テオドール・セベリン・キッテルセンは、ノルウェーの画家。ノルウェーで、最も人気のある画家の一人である。主に自然を描いた絵画と、伝説や、説話の絵画、特にノルウェーの伝承に登場する妖精、トロールを描いた絵画が、代表的な作品である。テオドール・キッテルセンは、ノルウェー南部、ブラッツベルグ県の沿岸の町、クラーゲ漁で生まれる。テオドールの父は、 テオドールの幼少時に貧困の中で妻とテオドールを含む8人の子供を残して亡くなっている。このため、テオドールはわずか11歳で時計職人に弟子入りしている。17歳の頃、ディートリ・ヒマリア・オールが彼の才能を発掘し、クリスチャニアのビルヘルム・フォン・ハンノル芸術学校で学ぶことになる。さらにオールからの潤沢な支援によって、 バイエルン王国のミュンヘンに留学している。しかし、1879年になると、オールがキッテル線の支援を行うことができなくなってしまう。このため金銭的に困窮したキッテル線は、新聞や雑誌の製図工として働き稼がなければならなかった。1882年からパリへ留学するための奨学金が付与され、パリで芸術を学んでいる。 それから5年後の1887年にノルウェーに戻る。ノルウェーに戻ると彼はノルウェーの自然から大きなインスピレーションを受ける。ノルウェーに帰ってからの2年間、キッテルセンは彼の姉妹とその夫の住むノルウェー北部の露宝店、諸島で過ごしている。また、この頃からキッテルセンは描いた絵画に文章をつけるようになった。テオドール・キッテルセンと家族は 1899年から、ノルウェー南部のブスケルー県プレストホスの近くに、家とラウビリアと名付けたアートスタジオでの生活をスタートしている。ここでの活動は、キッテルセンの芸術活動において、最も良いものとなった。この期間中には、ノルウェー民話収集家のペテルクリスティン・アスビョルンセンと、ヨルゲンモーによって書かれたノルウェー民話集の差し絵の、仕事を受け負っている。 1908年には、ノルウェー王国の聖オラフ勲章を受賞し、ナイトとなった。しかし、これから間もなく、体調を崩すようになり、1910年には、ラウブリアを売却せざるを得なくなった。1911年には、芸術家への給付金も支給されるようになるが、1914年1月14日、ノルウェー南部のエストフォールケンモス近くのイエロヤで死去した。 56歳没。テオドール・キッテルセンの絵は、ロマン主義とナイーブ・ペインティングの間に分類される。ノルウェーでは、自国の画家として高い尊敬を集め、広く知られている画家である。しかしその一方で、国際的に認められた画家やアーティストに含まれることは、少なく、ノルウェー国外ではあまり知られていない画家でもある。テオドール・キッテルセンが、画家として活動した。 アートスタジオ県自宅のラウブリアは、プレストホスの北、国道287号線某に位置しており、ソネレンコの傍らの風光明媚な場所であった。ソネレンコの北数キロの位置に、ソネレンコを見下ろすアンネシュナッテン山があり、キッテル線の有名な風景画のいくつかはこの山にインスパイアされている。キッテル線の生前に売却されたラウブリアであるが、現在保存されており、 キッテルセンの作品を展示するプライベート美術館となっている。ラウブリアはキッテルセンの木彫り彫刻や壁画で飾られている。また、キッテルセンの作品の展示は毎年変更されており、これと同時に子供たちの絵画教室も行われる。この展示変更はローテーションして行われている。テオドールキッテルセンによって差し絵された書籍、ありがとうございます。